2023年、7月19日、現在時刻20時10分午後、20時4分ぐらいの頃に春山整骨院の方から、あ、今雷光りましたね。ホームページ淡井圭介の履歴の今日記載した内容とかを読んだら分かります。本当になぜ雨が降って雷が鳴っているのか。春山整骨院みたいなしょうもないものを作って、でここの、淡井圭介の自宅に今日誰か虫入れに来てますね、部屋の中に。で、警察官がすぐに動かないと、淡井圭介が自宅出た瞬間、誰かがいらんことしに来るんだから、ね、淡井圭介が家出た瞬間、淡井圭介の自宅と淡井圭介を守るような体制しかないと。これですぐ分かるんだから、どこの誰が悪さしてるやつらか。で、先ほど、20時6分ぐらいの頃は、有馬警察署の上ぐらいで雷。天の轟き、あの世の人たちが見てるんですよ。先にお亡くなりになった方たちがね。だから状況を理解しないと。法律も大事ですけども、法律一辺倒になって、法律名を求めてきて、それだけで裁判を受け付けなかった裁判所の方の連中の方はっきり言って悪いです。だから即時抗告までしなきゃならなかった。だから他の訴状まで求めてくるのも本当は変なんですよ。原告側の味方にならないと。裁判所は訴状を もらってるんだから。ね、光ったでしょ、今の雷ですよ。天がこうしてるんですよ。これ別に私が作ってる音声とかじゃないですから、これは現実的に起きてること。国がふざけすぎ。もともと1956年に売春防止法が出来上がったんです。だからそれまで政府上層部とか公務員、国家公務員、大企業とかで金持ってる連中がピンハネしまくってた、金持ってる連中とかがエロ業界とつるんでた、暴力団と。で、警察官の中にも多分何人かで紛れ込んでる。僕が、ね、権力者だったとして、暴力団側だったとしたら、警察官の中に最初から紛れ込ませておく。そうすれば警察官からの情報が手に取るようにわかるから。ある程度の上の方の中に多分存在する、暴力団とつながっている連中は。だからこちらは数年前から、京都府警の、京都府の警察署のことを京都府警って言うんですけども、警察官を摘発してます。大阪府警の警察官が摘発したのかもしれませんけども、これ各都道府県に都道府県警本部を置いていて、知事からの指示でも動かせますし、それは内閣からの指示でも動かせます。警察官はね、警視庁の方からもそうですし、だからそういうことを昔からしてるんですよ。だからその話を聞いたときに、淡井圭介側でいる警察官はまとも側で、淡井圭介側から離れて精神病院に入院させようとばっかりしてた有馬警察署の人間がはっきり言って多分つながってる。もう状況、今まで通報何回もしてきたんだから分かってるはずなんだから。で、次から次へと有馬警察署の人間を配置換えしてる上の人間、都道府県の、兵庫県警の人間だと思うんですけども、誰が配置転換をしてるかっていうことですよ。そこたどっていったら、誰が、まあ兵庫県警内で暴力団側とつながっていた人間が存在するのかっていうのは簡単にわかります。宮内庁の方たち、天皇陛下にしっかりと報告してくださいよ。内閣の方たちも、他の国会議員の方たちも、あとは天皇家の人たちと、しっかりとパイプを持ってる人は、淡井圭介の喋ってる内容、この動画を見せてるかどうかですね。本人たちが確認してるかどうか、確認をしないっていうことであれば、閲覧者数の数で分かりますから、この国の本気度が。だから私は他国のインターポールへ助けを、政府へ助けを求めるんですよ。パク・クネ大統領も捕まったでしょ、アメリカのドナルド・トランプ大統領も捕まったでしょ。もうここ10年以上前から法律で物事を動かすようにしてるんですよ。
一国民でもできるんです。パイプさえあればね。生活保護者であったとしても。これが本物の底力。各警察官はインターポールの傘下のもとです。国連加盟国はね。で、国連加盟国じゃない国は、国連が政府を設置します。それが国連の条約内容です。これが大雨とかの正体。九州でやたらと大雨が降っていたのは、九州に強力な暴力団が5つ存在していたっていうことになってますけども、本丸は違うでしょ、多分。あの同人会っていうところも、同人誌とか作ってる連中だったのと違うんですか。で、それ売ってたの東京の、東京で会場貸したでしょ。ね、天がものすごい怒ってるでしょ、先にお亡くなりになった方たちがね。淡井圭介に対して怒ってるんじゃないんですよ。わかります？証拠なんですよ、これが。いつまでたっても認められない人たちが法律側じゃないんですよ。裁判所では真実が全てですからね。だから裁判官もこういうふうなことを分かってる人がなるんです。で、コンピューターも神がかり的な力を使ってるっていうことを知ってるんです。だから裁判官は言うんです。法廷でことわざはなしですよねって。それ言える裁判官の人はよく分かってる方です。だけどもそれを言えない裁判官の人たちもいます。気抜いているんでしょうね。その状態じゃあんまり良い裁判はできないですよ。被害者を救うことはできない。率先して裁判官が判断しようとしないから、自分の責任から逃げてしまうから、それで高級取り、めちゃくちゃやん。世の中裁判官の中に何人混ざり込んでる。まず髪の毛染めることを認めてしまった裁判官が、もしそんな判断を下した裁判官がいたんだとしたら、完全に罷免してください。もうその立場になってそこまでしてしまった人間も、もう裁判所関係に関わらせようとしないでください。公務員とかも無理です。そうじゃないと無理で、L 業界性犯罪がこれだけ山ほど今まであったのに、それでも暴力団という組織まで存在したのに、それを認めるような発言をした裁判官、20歳以上がどうこうとかアダルトコーナーとかのことね、全部無理。それだったらあなたが暴力団に加担したことになる。そのような判例を下した裁判官がいたとしたのであればね、無理。年齢制限なんかかけること、もうここまで物事はっきりしてるんだから、一斉摘発しないと。世界中で全然物事何にもスタートしてない。ほんのちょっと動いただけ。為替相場が円安になったらすぐ建物建てよう。エネルギーの残存量問題いつまでたっても覚えようとせん。経済界とか、要するにフィナンシャルグループ、旧三大財閥とかのことですよ。役員程度で社会的地位手に入れたと思ったら大間違いだ。エネルギーの残存量問題とかしっかり覚えれるのやったら役員から下ろす。役員としてふさわしくない人間ばっかりがなりすぎてる。全然自分の会社のことを真面目に対応しようとしない。この間も神戸に大和証券が建物頼った。他に証券会社があるんだから経済のことある程度分かってるんでしょ。他の証券会社に任せてりゃいいんですよ。証券会社がいっぱいもう店出してるんだから。ガスの技術的採掘可能埋蔵量がもう50年分ないんですよ。日本のメタンハイドレートの数字見て何を勘違いしてるんですか。ずっと湧き出てくるわけないでしょ。もともと天然ガスの7割以上は石油は揮発したものですよ。実力はないにも程がある。そんな連中が石油とか消費して海外飛び回って遊び回っと仕事と称して本当に世の中のこと舐めすぎや。淡井圭介を震えさそうとしてたのどこの誰や。名前名乗れ。法律違反をしてるのは君たちの方や。年齢が上になったぐらいで調子乗んなよ。本当に君たちが社会を歪めてきた原因である元凶や。いつまでもその他にしがみついてる連中な。
淡井圭介を精神病院に入院させようと誘導しとったやつら山ほどおるやろ。この辺歩き回っとったやつらや。いちいちバレたとか言って笑いながら、すいませんでしたとはっきり言え。すみませんでしたってしっかりと誠意込めて、で自分の名前を名乗れ。どこの会社に勤めていたのか、どこの会社の役員をしていたのか、公務員だったのか国家公務員だったのか違うのか、普通の会社の課長以上だったのか、全部本当のこと言え。言えんのやったらここ通るな。あったあの鬱陶しい春山整骨院っていうものを作った連中、違法行為やつっとうやろ。本当に中国政府も認めてへんわ科学的根拠。ハリキューマッサージは科学的根拠やないっていうことになっとう。何回もニュースで放送しよう。金にしがみついとうから普通の仕事と称して、ハリキューマッサージを普通の仕事と称しよう。そこに医療関係が脱法行為しまくっとうやつらが乗り込んできよう。連れ去り介護とかをしながら金稼ぎしよう。本当にしょうもない悪党どもや。即時抗告してこれだけ証拠とか挙げてもね、動かんかったらその裁判官、高等裁判所の裁判官罷免せなあか。最高裁や法務大臣が動いてくださいよ。動かなかったら無理、他国に頼みます。以上。